この動画では基本的な電話のかけ方、受け方と電話帳登録までをご紹介いたします。まず電話アプリをちょんとタップします。画面の下に5つのメニューが表示されます。右から2つ目にあるキーパッドをタップしましょう。そうするとダイヤルが表示されますので、かけたい相手の電話番号を入力します。入力を間違えたときは数字の右横の×をタップして修正もできます。最後に下にある緑色の受話器マークが発信ボタンなので、ここをタップすると発信されます。実際にかけると通話料が発生しますので、こちらの画面をご覧ください。画面に発信中と表示されれば呼び出し中です。相手が電話に出てつながると、画面中央の表示が発信中から通話時間に変わります。電話を切るときには画面下にある赤色の受話器マークが終話ボタンなので、ここをタップします。次に電話帳からの電話のかけ方を説明します。電話のアプリが起動していない場合は電話アプリをタップしてください。続いて画面下の連絡先をタップします。連絡先一覧は上から下に赤さ棚順に表示されています。よく見ると画面の右側に赤さ棚が並んでいるのが分かりますよね。かけたい相手の名前をタップすると連絡先の情報が表示されます。実際にかける場合は受話器のマークをタップします。続いてはかかってきた電話の受け方です。まず一つ目です。スマホの画面が点灯しているときに電話がかかってきた場合は、画面上部に赤い受話器マークと緑の受話器マークが表示されます。緑色の受話器のマークをタップすると電話に出られます。2つ目はスマホの画面が消えていて真っ暗な時に電話がかかってきた場合です。画面下の方に緑色の受話器のマークが表示されますので、この受話器のマークを指で押しながら右にすっとなぞると電話に出られます。電話に出られなかった時は履歴を確認すればわかるようになっています。またいつ誰からかかってきたかも詳しく見られます。続いては電話帳です。電話帳に連絡先を登録してみましょう。電話帳は電話アプリから登録ができます。電話アプリをタップして画面下の連絡先をタップします。画面上部のプラスをタップすると新規登録の画面が表示されます。画面に従って名前、電話番号、メールアドレスなど登録する情報を順に入力していきます。入力し終わったら画面右上の完了をタップします。これで連絡先の登録は完了です。ここまでで基本的な電話機能の使い方、電話帳登録の方法は終了です。その他機種別の詳しい使い方についてはソフトバンクのショップでご案内しております。ソフトバンクではスマホデビューのお手伝いや持っているスマートフォンをより活用していただくためのサポートを行っております。ソフトバンクのスマホ教室は全部で30講座以上、どなたでも何度でもご参加いただけます。ご家族やご友人と一緒にご参加ください。